それ以外に例えば今センサーがオンになってますので、センサーを傾けると、まあ、ロボットが傾く。自分が、外に遠隔地にいて、外にいて、ロボットに中に入り込んで、それでここにいる人とお話をするような、そういったものを想定して作っています。